登場していただきましょう。本日のスペシャルゲストでございます、元湘南ベルマーレディフェンダー坪井健介さん、そして鳩安弘横浜 F マリノスアンバサダー、そして栗原雄三クラブシップキャプテン、大きな拍手お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ坪井さんからあの皆様に一言お願いします。皆さんこんにちは、坪井です。よかったです。マリノスサポーターの前なのでちょっと緊張してます。もうちょっとベルマーレサポーターの方が集まってもらえると。あ、今あちらから、あちらから、はい、今日はあの初めてなんですけども、はい、あの鳩さんとか映像いるんで、はい、楽しく、はい、トークショーしたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳩さん一言お願いします。はい、鳩です。よろしくお願いします。本当に一言ですね。本当にゆうぞさん一言って言うんで、ゆうぞさんよろしくお願いします。こんにちは、挨拶もないの。坪井さんこんにちは。そうです、もう坪井の話みんな聞きたいから。いやいや、そんなことないですよ、皆さんの話。じゃあお座りください。はい、はいはいはい、ということでございましてね、今日は神奈川ダービースペシャルのサブタイトル通り、ホームアウェイの垣根を越えて楽しい時間をお送りできればと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ、まあまあまあ、もうね、ご承知の方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、坪井さんの今、自分でされてる活動ですとか、はい、仕事の内容ですとか、なんかそこら辺のことをちょっと皆さんにご説明いただけると、はい、まあ、現役に対してサッカー関係でいうと解説をやらせていただいたりとか、はい、サッカーのイベントを、まあ、週末いろんなところでやったりとかがメインですかね。あとは、まあ、テレビ関係、メディア関係も少し、出させていただいてるっていう感じですね。いや、もう一個忘れてるでしょ。日焼け止め、日焼け止め塗ってます。開発してます。開発してるんですか。はい、あのベルマーレのサポーターの方は知ってる方多いかもしれないんですけど、はいはいはい、ヘルムータっていう日焼け止めをアンファーさんっていう会社と、はいはい、あの共同開発、僕と那須と石川直で3人監修して、2人とも元マリノスですね。そうじゃないですか、ね、那須もで、その日焼け止めは本当に日焼けしない？説得力ないよね。知ってるね。違うんですよ、あのもちろん塗ってるからこれで済んでるんですよ。なるほどね。塗ってなかったらもう大変なこと、大変なこと、もうコーヒー豆みたいになってますから。塗ってなかったら塗ってるからこれで済んでるし、塗ってる方が綺麗に焼けるんですよ、本当に。じゃあこれあれですかね、マリサポの皆さんにもぜひ、はい、これから夏ですから、塗って感染で、シミシワ予防ですから。僕はもう焼けるのは外出てるんでしょうがないんで、うん、将来のシミシワ予防のために日焼け止め塗ってるんです。なるほどね、はい、そろそろサッカーの話した方がいいですか。いや、そうなんですよ、はい、いつ入ったらいいのかなと思って。まあね、本当今日はあの湘南対、マリノスの神奈川ダービーってところでね、はい、やっぱりこう湘南のやっぱりこう特徴とか、うん、その辺のちょっと話聞きたいですよね。そうですね、今日しかも町野が最後なんですよ。そうです、町野選手今日の最後現職ね、ね、最後に挑戦するということなので、町野もやっぱりこうプロのスタートはマリノスだったんでね。あ、そうだ、そう、その辺で北九州行ったりね、そう、そこでやっぱりこう、はい、経験積んで、うん、今じゃね、もう代表ですからね。そうですか、またなんか代表に呼ばれて代表でプレーしてから、ちょっとまた上手くなったな、良くなったなって気にするんで、自信つけてるよね、はい、で、雄三は町野と一緒にやってるよね。え、町野は1年目の時は、そうだよね、1年間か、はい、うん、その時印象どうだったの、町野。やっぱ1年目だったっていうこともあって、すごい今持ってたけど、うん、なかなかこう出場機会がなかったかなっていう感じだったっすけど、うんうん、まあ、能力高いし、うん、何でもできるし、なんかこのままやってたら面白いなと思ってたら、うん、いつの間代表入ってるし、うん、すごいですよね。北九州行ってやっぱかなり点取ったんで、そうね、それで点、あの得点取る感覚は掴んだのかなって思うし、うん、今あのベルマーレのサッカーにも非常にあのポストワークだけじゃなくて、うん、動けるじゃないですか、うん、自分で持ち運ぶこともできるし、サイドに流れることもできるんで、うん、まあそれは非常に今の湘南には合ってるのかなって気するので、だから今日怖いですよ、今日だからそういうプレーをたくさん出してほしいですね、うん、で、相手がね、まあ、今トップのマリノスですよ、ね、強いですね、調子いいですね。いや、いつ見ても強い、強い、うん、なんか、なんか本当に強いって印象がもうね、うん、それはちょっとこう、なんだろう、坪井から見て、はい、どういうところの強さはやっぱりこうありますか。まあ、あの攻撃陣とか守備陣の安定感とか、うん、あの力あるなっていうのもそうなんですけど、うん、僕解説でも時々勉強で見させてマリノス試合をこう見させてもらうんですけど、うん、あ、今日調子悪そうだなって時もやっぱあるんですよ、うん、ね、トップに立ってるとはいえ、あ、今日調子悪そうだなと思ってもそのまま失点しないで結局最後点取るっていう、あ、これはもう強いチームの特徴だっていう、悪い時でも勝ち点3取っちゃう、うん、
っていうのは結構優勝するチームってそうだなっていう僕はあるんで、嬉しいこと言ってくれます、ね、だからそこの強さは本当感じてます。もうやるサッカーとかそういうのはもうしっかりしてるじゃないですか、ぶ、うん、れないじゃないですか、うん、そこはもうみんな自信持ってやってるなっていうのは非常に良いと思いますよ。なるほど、うん、今日は手抜いてもらっていいですけど、今日も湘南大変なんですよ今ね、皆さん。いやただね、前回やった対戦は 1-1 なんですよ。そう、引き分けでしたね。あの試合ちょっと雨も降ってて、覚えてます？ちょっとはっきりめちゃくちゃ覚えてないですけど、あれさ、前から湘南は結構ハイプレスで来たよね、前半、うん、めちゃくちゃはめていきましたもん、うん、今日どうだろう、はめに来ると思いますよ。そうだよね、やっぱ 手応えあったと思うから、はい、必ず今日も前から来るよね、うん、で、まあマリノスさんが繋いでくれればいいなというふうには僕思ってますけど、うん、でも頭いいのでマリノスの選手たちも、湘南が来るとやっぱ背後で、今3バックじゃないですか湘南も、3バックね、でやっぱ3バックの脇とかで、ワンアンカーでやってるんで、ワンアンカーの隙間とかに早い段階でつけられ始めると、うん、背後取られたりしだすとちょっと嫌だなっていうのはあるんですけどね、うん、その辺は試合巧者のマリノスがどういうふうに出てくるか、まあ、それをさせないぐらいもう湘南も行かなきゃいけないと思うんですよ、状況的には、うん、こう身構えてマリノスどういうふうにしてくるかなという状況ではないと思うので、うん、まあ、やっぱりもう最初からガンガン行ってほしいですね。今日は解説してますね。ね、困っちゃってる。ハトさんってすごい頼りがいあるんだなと思って、ね、いやさっきねちょっと話があるんですけど、ちょうどここ来る時に湘南サポとマリサポが一緒のそのシートで食事してたんですよ、うん、めちゃくちゃいい光景だなと思って、で今ちょうど3人いて、我々の時代そういうのなかったよね。そうですね、あんまりそういうの結構バチバチやったような気がするんですけど、なんかそういうあの景色を見た時に、もちろんね試合が始まればね両チームをやっぱり応援するんですけど、なんかそういうなんかスタジアムのこう外周で見るのは素敵な光景だなっていうのを思ったんですよ。別に話関係ないんですけど。いや特にこのトリコロールランドはもうなしですからね。あ、なしですからね。そう。いい光景でしたよね。ねえ、僕もなんかいいなと思うね、試合始まったら大変な、うん、まあ戦いですけど、やっぱり始まる前と終わった後っていうのはね。そうだよね、同じサッカーをお会いするね。そして今日、坪は今日試合見ないで帰るんですよね。そんなわけないじゃないですか。そんなわけない。突然ぶっ込みましたね今。坪は今日なんか試合見ないで帰るって聞いたんだけど、急に何を言い出すんですか。そこの振りだけ僕にやらせてほしかった急に何を道を揃えていたんですよ。あ、本当ですか。いやもう入ってくるの遅いな思って。いやなんかテレビ見てるみたいになっちゃった僕は。まあちょっと次の仕事がありまして。何の仕事なんですか。いやちょっと仕事の内容は今言えないです。あ、そうなんですか。まだね告知しちゃいけないものなので言えないです。ちょっとそちらの現場に移動しなきゃいけないので、まあでもね湘南をもちろん応援してるんで、この場に来てやっぱりね、はい、少しでも湘南ベルマーレのパワーになればいいなと思って。そうですよ。だから坪井をねかばうわけじゃないですけど、はい、このマリノスのこのトリコロールランドのトークショー、うん、それがあるんですけど無理っくり来てもらったんです。ありがとうございます。はい、いいえ、はい、本当に、はいね、頑張ってください今日。本当です。僕、はい、僕ちょっといないですけどちょっともうマリノスさんも勝ち点いっぱい稼いでますから。そんなことないですか。そんなことないですよね。そんなことね、まだ足りない。欲張りだな湘南見てくださいよ。本当に苦労してるんですからね。いいゲームしましょう。いいゲームを、まあまあとにかく ねいいゲームをして、僕は皆さんの前で言うのもなんですけど、湘南に勝ち点をぜひ、うんうん、いただけたら。みんなうんとは言ってない全然うなずかないですね。まあまあそれは勝負ですから。勝負ですから、真剣勝負した後に勝ち点が入ればいいなと思ってます。坪井さんは大歓迎されてるんですけども、そこはちょっと譲れないなっていう今、はい、まあそれは当たり前ですよねそこもねいいですよって言われたら僕もちょっと困りますけどね。そうねなんか雄三と坪はやっぱセンターバック同士だったから、なんかそういうこうマッチアップとかでエピソードないんですか。試合の接点はないですけど、うん、一つエピソードとして。エピソードある。これないでしょ。俺雄三とプライベートで遊んだことないよ。プライベートじゃなくて、僕のデビューする時坪さんが先発で出てて、坪さんが負傷退場して俺が交代で入ったんですよ。多分もう覚えてない。その時だって痛んで担架で運ばれてたから覚えてないと思うんですよ。
それで交代で試合に入ったんだ。試合に入ったんだ。あ、そんなことだ。俺は全然覚えてないんですよ。担架で運ばれたんだね。あ、なるほどなるほど。おかげさまで。じゃあキャップ数の1がツボさんとチェンジ。おお、そうですよ。接点あった。接点ありましたよ。え、突然振られてもやっぱりね、うん、これから日本を背負っていくディフェンダーのために僕が譲ったわけで僕はね、逆にあの坪との接点はジョモカップ、あ、昔のあのオールスターですね。オールスターの時、はい、そこで確かレッツで1年目、うん、多分1年目ですね。1年目か2年目、はい、そう、そこでそう接点がある。引退してからよく一緒にイベント一緒になるんですけど、そうなんですよ。現役時代はなかった。じゃあ現役時代はそれっきり、それっきり。いやいやいや、それは対戦もいっぱいさせてもらったし、うん、ただまあ話変わるけど、うん、引退後に何回かいろいろイベントでサッカーやらせてもらった時に、うん、スボーさんはマジですごい一番動ける動ける動ける本当ね、普段から動いてるからもうまだ全然現役ですよ。木村さん知ってるでしょ、あのインスタとか見てるんですよね、はい、シャトランとかしてますから心拍数が上がらないと運動した気にならないんですよ。あ、それ心臓肥大とかじゃなくて。違う違う。心拍数が上がるのと体に乳酸がたまらないと運動した気にならないです。病気ですね。病気だね。病気です。なんか今度こういう例えばトークショーの前とか、なんかこうファンサポーター皆さんの中なんかフットサルできたりとかしたらいいですよね。あ、なるほど。一緒にね、なんか触れ合えたら、その例えばこう対戦相手のチームのサポーターとか一緒にね、なんかそんな企画あってもいいんじゃないでしょうかね。なんかちょっと思いついてるけど、まあ、拍手も出てますからね。いや、ねえ、なんかいや今あの首を縦に振ってしまいましたねまたそういう機会だったら僕も来たいですね。そうでしょ、ガンガンスライディングしますよなんかそれやめたからこそ皆さんとなんか逆にサッカーで楽しめるみたいな。そうですよね、うんうん、そんなあってもいいんじゃない。それも面白いじゃないですか。いや、ふと思いついたんですけどね。後で怒られるかも分かんないですけど大丈夫だと思います。大丈夫ですか、ね。ま、前もなんか企画をここでなんか話してどうでしょうかみたいな話あったような気がしました。その紙意味あるんですか、ね、これですかはい、これ一応台本、台本なんですけど、はい、これ持ってるとホッとするんですよ。ホッとする今台本にあること喋ってました。ないね、喋ってないです、はい、喋ってない、喋ってない。あの展開はもうぐちゃぐちゃですじゃあそろそろプライベートの話なんかいいですか。これからプライベートするんですね、うん、あれそう、あれとか今インスタの話ありましたけど、はい、お酒は、お酒僕好きです。ショートも好き。はい、実は現役の時から好きで。あ、現役バリバリ我慢してます、現役の時。だいたい今サッカーってリズム、試合して、うん、今だとリカバーしてオフが多いじゃないですか、うん、だからまあ試合してリカバーしたその夜、うん、だけ飲んでました。なるほどなるほど。オフの前の日リフレッシュね。リフレッシュ、うん、僕そんな好きじゃないですけど、まあ飲みますけど、うん、でも逆に坪さんはずっと隣にその酒の怪物みたいな人いたじゃないですか。あの時センターバック、センターバック田中マルクスって言うよよくその誘惑に負けなかった。ああ、そう、あ、まあ浦和の話だとそういうの人がいっぱいいたんで、岡野雅之とか、うん、ね、いっぱいいたんで、一応そういう人たちには言ってました。オフ前だったら飲むと。なるほど。それ以外は飲まない。誘導はどうだったの、どのタイプで飲んでたの。まああんま気にしなかったですねまあ飲みたい時に飲んでたよね。その分動きはいいやと思って。あ、タイプだった。そうそう、そうかも。それはでもあのごもっともですよ。その分動きがいいんですよ、うん、もうでも坪さんみたいにやっぱ成功者がそういう風に言うと、うん、説得力がありますよね。飲む飲むなっていうお休みの時は何されてるんですか。今ですか。ええ、今は、僕仕事ない時は茅ヶ崎で嫁さんが雑貨屋やってました。そこでバイトしてます。おお、奥さんが。あ、奥さんが働いて社長で。あ、店長でやってて。店長で。で、僕社員僕しかいないですけど、バイトも僕しかいないですけど、はい、バイトしてますあ、じゃあその時にお店に行けばつぶさんに会える。あ、いますよ。あ、そうなんですか。あの実際に、まあ、この中にもいるかわかんないですけど、湘南サポーターの方は実際にお店に来られて、ああ、いらっしゃいます、いらっしゃいます、いらっしゃいます。実際にお店に来られたというか、今手振ってくれた二方はあの近所、ご近所です。あ、ご近所さん。はい、僕の近所です。近所に住んでます。行ったら必ず買ってるんですかね。あ、お話して帰る。話して一緒にカフェしてくれるんです一緒に働いてもらって、一緒にカフェしてもらってそういうのも素敵ですね。ね、そうですね、うん、そうか。え、 お名前よろしければ、なんていうお店でございますか。ドゥーエっていうお店で、茅ヶ崎の海沿いの方にあるんですけど、おうおう、一応イタリア語で2、背番号2っていう意味です。2っていう、で僕背番号2をずっとつけること多かったんで、うんうん、湘南の時は20だったんですけど、うん、
はい、まあ2位に絡む名前にしたいということでそうなりました。横浜からもぜひね、気晴らしに、うん、一回行ってみたいですね。ハトさん、うん、ハトさんちょっといい、うん、ちょっと合わないかも。そういいって断ったのよ。いいなんだ。冷たいな。多分こっそり行くでしょうね。ね、ただそろそろお時間が来てしまったみたいなんですけども、はい、まず、坪井さんが今日を、ウェルマレの選手で今日はこの人を注目してほしいんで、さっき言うてんやん。ああ、さっき聞いたやん。聞いてた。ごめんなさい、聞いてなかった。もう一回。スタメンは出てますか。もう出てるんじゃないですか。もう出てますよね。まあ、町野選手はもちろん、やっぱり今首位で、まあ本当に確かな力を持ってるマリノスさん相手に自分の力をやっぱしっかり出して、はい、点を取って、はい、で海外挑戦していってほしいなというのを思ってます。わかりました。じゃあここでですね、毎回恒例なんですけども、ズバリ何対何、この場で言わせるんですか。はい、こんなにマリノスサポーターさんがいる前で、はい、はっきり言っちゃっていいです。はっきり言っちゃっていいですか。はっきり言っちゃっていいです。はい、1対0、湘南ベルマーレ。湘南ベルマーレが、はい、いやーでもちょっと無失点厳しいかな。ね、ちょっと無失点どうですかね、湘南の皆さん。点取り合いましょう。3対4。3対4。あ、なるほど。ね、マリノスさん、うん、ベルマーレ4、大爆発、大爆発、うん、見てる人も満足する面白いゲームでした。ね、今日僕この場にいないから好き放題言って あとは帰っちゃえば、あ、逃げちゃえばいいんで。この後ね、この後さーっと逃げちゃうよね。さーっと思います。足早いから。じゃあ鳩さん、はい、何対何。町野はやっぱり点は決めるだろうなと思うんですよ。なので3対1。3対1いつもクリーンシートなのに。はい、3対1で、3対1で、うん、拍手ですね。拍手ですね。はい、ゆうごさん、なんか4対1とか4対2のイメージあるんですよ、なんか湘南ってやると、うんうんうん、だから2対0でマリノス。お、全然違うな。全然言ってること全然違う。全然言ってたまにこういうスパイスが来た。そうそうそう、たまにね。はい、ということでございまして、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後になりますけども、会場の皆さんに一言とお願いします。今日本当に初めてここの場に来させてもらいましたけど、ここに、場所的にここに来るの自体も初めてなので、なんかすごくいい雰囲気だなというふうに思ったので、まあこの雰囲気はまたピッチになると変わるとは思うんですけども、お互いが、サポーター同士もそうですし、ピッチで戦う選手同士もお互いいいゲームになるように、皆さんでいい空気を、いい雰囲気を作っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、完璧です。じゃあ続いて畑さん。あ、僕らも言うんですか。あ、いやもう本当神奈川ダービーってところでお互いの一と一のぶつかり合いっていうところもあるんで、その順位とかどうのこの関係なしに、やっぱ選手のそういうプライドとか誇りとか、そういう戦いが見れると思うので、しっかりとその目に焼き付けて、今日は観戦したいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にゆうたさん。湘南あんまりこう成績出てないですけど、もう本当にいいチームだと思うんで苦戦はするとは思うんですけど、まあいつも通りマリノスがやっていければ勝てると思うんで、まあ、あとは皆さんの力を借りて勝ちたいと思いますっていうか、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ということでございまして、レジェンドトークショーでございますけどもね、すごい、ケスケさんありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして畑さん、ケスケさんありがとうございました。ありがとうございました。すごいわ、なんかこの後すぐ行かなきゃいけない。ああ、そうですね。はい、すみません、お忙しいところ。いい、そんなにバタバタはしてないですよ。はい、ありがとうございました。以上、レジェンドトークショーでした。ありがとうございました。